援していた立場だったんで、その応援していた方に自分が今いるっていうのを考えただけで、オーディションを受けた時はまさか1ヶ月後2ヶ月後に自分がああいうあんな経験やこんな経験をしてたとは本当に思わなくて、最初は不安よりかは楽しみとか期待がすごい大きかったんですけど、受けてる最中はすごいいろんな感情になったんですけど、でも自分のためにすごいなった期間だなって思いました。デビューしてからはもう本当に自分が今まで好きなアイドルさんを応援していた立場だったんで、その応援していた方に自分が今いるっていうのを考えただけで、例えば何百枚もサイン書いてたりとか MV 撮ったりとかジャケ写に写ったりとか、普通の人じゃ経験できないような経験をたくさんさせてもらってて、それがまだ短い期間でいろんなねギュッて詰まったものをさせてもらってたんで、自分の人生を振り返った時に多分すごい胸を張ってこんな経験あんな経験したよって生きれるなって思いました。楽しい経験とかいろいろ学べることとかたくさんあるので、ぜひみんなたくさんの人に応募していただきたいです。あと応募要項に22歳までって書いてあったんですけど、ぜひ私たちも 20代みんなでラストアイドルファミリーを盛り上げていきたいですので、ぜひ20代の皆さんもお待ちしております。私は愛媛にずっと住んで暮らしてたんですけど、でもアイドルがずっと昔から好きで、携帯とかで毎日動画見たりして憧れてたんですけど、アイドルとは程遠い生活を毎日送っていたので、ダメ元で本当に受けてみたんですけど、まさかのまさかで受かって、自分が憧れていたステージに自分自身が立っていることをすごく感動して、もう毎日自分の大好きなことをお仕事にできているってすごく幸せなことだなと思っていて、今毎日のようにすごい素敵な景色を見せていただいているし、自分自身芸能界に自分を成長させるためにとか変われたらいいなっていう思いを込めて入ったんですけど、それが今すごい実現しているというか日々変わってきているなって実感しているので、本当にラストアイドルを受けて自分自身の性格だったりとか人生もすごい変わったので、受けてほしいです、たくさんの方に。一回の対決でもう全てが変わってしまうというちょっと衝撃的なものなので、怖さとかももちろんあったけど、でも自分のやりたいことももちろんさせてもらって、1年前とかじゃ考えられないことを経験させてもらってるので、すごい新鮮だし学ぶことが多い毎日です。受けて後悔は絶対にしてないし、怖さもある分夢もあるオーディションだと思うので、ぜひ私たちと一緒に盛り上げてくださる方待ってます。私が一番人生変わってる気がします。急にアイドルになるっていう、もう誰でもが予想もしてなかった人生を私が歩んでると思うんですけど、私は今23歳になってしまって、もう一番下との差が多分10歳ぐらいあって、周りではおばさんとか言われたり、遅すぎるよとかよく言われてます。22歳でもし遅すぎるからもう自分には無理だとか思ってる方が今いるんだったら、その考えは一回捨てて、もう明日死んでも後悔しない生き方を私はしたいと思ってるんで、
やらないで終わっちゃうのすごいもったいないと思うんですよ。なんか自分の可能性を自分で壊してなんか潰しちゃうのって一番もったいないんで、もうやりたいと思った時に、ね、やるのが一番いいです。人生一度きりだから